こんにちは、アイルーです。今回はクリスマス後半アプデ情報まとめ動画です。参考になったと思う方は高評価お願いします。まず今回のアプデではバターベア味が実装されました。次はお知らせを見ていくんだぜ。一番上にあるのはカスタムランの開催のお知らせ。いろんなステージがあって楽しいイベントです。詳細は動画後半で、続いてリレー脱出のランダムチャレンジのマップ変更、次は水蓮楽園なんだぜ。競技チャレンジリーグもステージ入れ替えきてますね。来季島がなくなって懐かしの竹林が来るようです。それに伴い一時的にカスタムコンビ機能が使えなくなるけど、以前出した動画の通りこの機能はうんちなのでどうでもよし。そして今回の強化宝物はリンリンリースみたいなんだぜ。クールタイム減少はその分発動機会増えるので純粋な強化ですが、コンビボーナスが減少してたり、スコアアップ自体がなかったりで強化っぽくないですよね。でもコンビボーナスなんてもともとどうやって付けられてるのかよくわからないものだし、お知らせタイトルのようにただの不具合調整かもです。ちなみにリースは以前最強だった時期あるので、この程度の強化でもまた最強に戻るかも。元のクールタイムの値は覚えてないけど、これで強化したって言ってきてるので強化として成立してると思うんだぜ。調整に関してはガバガバな時もあるので、別に信頼があるわけでもないですが。でも能力のスコア調整ミスってたことはないから、やっぱりこの辺の信頼はあるかも。ガバガバなのは新コンテンツ追加してきた時だけなんだぜ。はい、では次の画面に GO。ここの画面は既存のイベントも多いのでスルーして。こちら、右のミッションクリアしたらポイントに応じて左の報酬もらえるイベントですね。無料でクッキーもらえるのはいいので頑張りましょう。続いてのこちらのイベントも同じ形式で、こっちは報酬が宝物のリンリンリースなんだぜ。さっきも言った通りリースは強そうなのと、宝物3つももらえるのは破格なので取っておきたいんだぜ。続いてもリースのイベントで、これはリース編成に入れて走ってたらなんとかなると思います。宝物ガチャチケット美味しいので回収したいですね。そして、ローグーボー。最後に見ていくのはこの画面、何が変わったかおさらいなんだぜ。まず競技では、大決闘終了、同じマッチングの人が強かったです。そしてステージ入れ替えが来てますね。ステージの走り方動画も後日出します。そしてクキチャレでは千年樹のオープンイベントが終わって、バターベア味が来てます。リレー脱出では、ランダムチャレンジに加えて、番外編一生もマップ入れ替え来てるんだぜ。どっちも来たことあるマップだな。それでこの辺のイベントは変更ないので飛ばしつつ、カスタムラン。これはいろんなステージで遊べるイベントで、数人でマッチングするんだけど、その中の順位に応じてポイントもらえて、そのポイントで報酬を交換できるのよね。おすすめは自分の育ってるクッキーがハマるステージと編成を見つけることだぜ。そして同じマッチングになった人が何も考えずロンガンとか使っててもハマらないから勝てるっていう。まあランダムコンビで適当に順位気にせずいろんなクッキーで走るのが一番楽しいかも。交換優先度はガチャ系のものからね。そしてクッキー無双機、これ難しいのでできなくても大丈夫だぜ。攻略もクソもないような、マイナークッキーのレベルを求められるから、まあできなくてもしゃあない類のイベントだぜ。報酬も称号だけだしね。そして探偵ラン、2部が始まったのかな？一部と同じように別で動画投稿していくよ。一部の最後の悔しさを糧に成長したんだぜ。そしておしくき投票は何も変わらず、ギルドバトルと記憶の島はいつも通り何も起きてません。平和ね。そんな感じでアプデ情報自体は少なめだったんだぜ。でも上位陣は GCL で大忙し、自分ら GCL 敗退組はカスタムランで遊んでるんだぜ。バターベア味の評価動画は明日投稿します。最後までご視聴ありがとうございました。高評価もお願いします。おつぶた様でした。のし。